それでは、乗馬の基板を取り外す方法を解説します。使うのはプラスドライバー、普通に布がかかっているところはこれはただ引っ張れば外れます。9、10、11、12、13。そうしますとこんな風になってるんですね。まあこれ落とさないようにこれ自体をこうしといた方がいいと思います。でそうすると奥の方まで見えるようになりました。で、この座面のこのブルーのこのシート部分を外す必要があるので、それを止めているネジ、ここにあります。見えるかな。ここにあるネジなどをぐるり外周外していきます。はい、これで外れました。ここが止まってますね。1、2、3、4、5、6発。で、そうするとここが外れるので、ここを外します。そうすると、あ、やっぱりこれもやってこなきゃダメ。はい、ちょっとストップ。はい、あとこれですね、六角の5ミリを使って取っ手を外します。これちょっと油ついてるのでお気をつけて。よっ、そうすると、ここに基板が露出しました。なので、ここでさらにこの止めてあるネジを外します。ここですね。ここ、4つ止まってます。そうすると、こうなります。で、ここを取るんですが、ここがラッチになっているので、グッと押してあげながら取り外す。これで基板が外れました。で、この部分を加工していきます。